どうも皆さんこんばんは、吉本新劇の新名哲郎でございます。新名なーに始まりました。吉本新劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。さっさく今日のゲストはお願いします。はい、まーみみーま前田まみちゃんでございます、はい、お願いしま す。ありがとうございます。やってまいりました、月に一度のね、はい、新劇ニュースでございます。皆さん、はい、お待たせいたしました。いや、今回はですね、残念ながらお姉ちゃん情報ないですね、今回ちょっとね。そうですね、いつも楽しみにしてる方はすみません。すみません。ただでもね、まあ、僕のニュースやったり、もうこのね、お二人のニュースやったり、はいはい、ね、まみちゃんと僕のね、ニュースやったりとか、はい、ちょっと今もうこの時期はもう始まっておりますけれども、うん、一座のね、公演情報とかありますんで、はい、で、まだ面白い情報もね、たくさんございますので、皆さん、ぜひ誰のニュースなのか、はい、楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。じゃあまみちゃん、最後までお願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、いってるでーい。どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇ニュースのお時間がやってまいりました。今日も明るいニュースだけをお届けいたします。本日もお相手は前田真美さんです。よろしくお願いします。お願いします。では最初のニュースです。鍋治一座吹けば飛ぶような男だが公演が6月11日徳島からスタートしました。はい、鍋谷寛さん、田熊聖子さん、堀川恵美さん、そして吉本新喜劇から末成由美さん、青野俊之さん、私たちも出演します。はい、はい、徳島から高知、愛媛へと公演が続きます。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、いやね、この裏情報によりますとね、まあ、我々稽古参加してるんですけども、はい、稽古でね、一度だけ青野俊之さんの携帯電話が鳴りやまないというハプニングがありましたね。本番ではまあそんなことないと思いますので、皆さんぜひお越しください。続いてのニュースです。はい、4月にオープンしたセカンドシアターが大変盛り上がっています。先日行われた6月の寛平 GM 杯ネタバトルでは、小林優ちゃんと筒井愛希くんのユニットコンビ何でもいいよが2度目の優勝を果たしたそうです。いや、素晴らしいですね。2度目初ですからね。はい、いや本当にね、皆さんね、7月もあるそうなので、7月は一体誰が優勝するんでしょうか、楽しみですね。とりあえず小林優ちゃん、筒井愛希くん、優勝おめでとうございます。では続いてのニュースです。島木ジョージさんの弟分タックル永井さんが舞台で島木さんの衣装をつけ、往年のギャグの数々を披露したそうです。いや、すごいですねこれね。いや、これね、一番最初にやったのは、なんとあの新劇の岸和田の営業だったそうなんですけども。そうなんですね。これね、僕、直接寛平 GM からね、その時の現場の感じ、聞いたんですよ。はい、そしたらもうタックル永井さんも非常に盛り上がったそうで、あ、すごい、これ寛平 GM もびっくりしてたそうですよ。そうなんですね。すごいですね。これまたね、皆さんどこかで、見れると思いますんで、その際にはぜひ、吉本新喜劇の営業、それか劇場ね、お越しください。はい、よろしくお願いします。とりあえずタックル永井さん頑張ってください。では続いてのニュースです。はい、谷川由里さんが非常に悩んでいます。ゆりさんが楽屋でポツッと、最近悩んでるの、卵を割ったら殻が必ず入るのよと言い、聞いていた後輩たちは何のアドバイスもできなかったそうです。いや、これは悲しいですね。はい、私はですね、その居合わせた後輩の一人だったんですけれども。あ、そうなんですね。はい、はい、非常に神妙な顔で悩んでらっしゃいました。そうなんですね。はい、まあ、逆にこれが悩みだともう幸せですけどね。そうですね、ちっちゃいね、悩み、まあ、そういうのも、あ、そういうのもちょっと悩んじゃうというね。感じなんですよね。どなたか谷川さんに殻が入らないアドバイスを教えてあげてください。ここで緊急ニュースが入ってきました。前田さんお願いします。はい、はい、ここで緊急ニュースです。はい、お願いします。新名哲郎さんが、はい、なんと5月22日に40歳のお誕生日を迎えられました。ありがとうございます。おめでとうございます。すいません、私ことで、申し訳ございません。ねえ、40歳、とうとう40代に入りました、これね。はい、前田さんは僕より一つ年上なので、もう41ですか。40です。40ですね。早生まれなんで。ま、早生まれですか、まだ40ですね。これ毎年のように聞きますね、前田さんにね。そうですね。そうなんですね。今はもうちょっと同い年ということで。はい、ようこそ40代。いやいやいや、ありがとうございますね。はい、で、やっぱりね、いくつになっても、なんかお誕生日になった、0時0分。はい、やっぱメールとか LINE
ちょっと気になりますよね。誰から来るんだろう、うんうん、お母さんお父さん以外が誰から来るんだろうとね、はい、楽しみにしておりまして、やっぱり僕ニーナ軍団というね、軍団が一応あるんですよ、はいはい、弱小軍団でございますけれども、はい、辰巳智之さん、そして大国将ケイケイさん、はい、そして平田健太さんね、3人いてるんですけどもね、うん、この中から一番早かった平田健太さんなんですよね。なんと夜中の5時半に LINE が来まして、兄さんおめでとうございますと。逆にいつ気づいたんだと、なんで5時半に何かを思って何を見たのかっていうね、これは気になる。いやでもね、これありがたいです。わざわざ5時半にね、5時半まで何をしてたか分かりませんけれども、ウーバーイーツやってたか分かりませんけれども、5時半に来まして、はい、で大国将ケイケイ君からはですね、まあ、次のあの YouTube の生配信をやっておりまして、コメントで、兄さんおめでとうございますと、いただきまして、はい、本当ありがとうございますですよ。そして辰巳智之さんなんですけども、はい、未だに LINE が来ておりません。あれ辰巳さん、あれ辰巳さん、お待ちさせておりますよ本当にね。辰巳智之さん、早くLINE を送ってください。さあというわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当にね、今回もね、はい、ニュース豊富でございまして、いや谷川ちゃんのやつ面白いですね。谷川さん、はい、おもろいね。あれ楽屋で、ほんま実際言うてたんですよね、あれ。そうなんですよ。何にも言えなかったです。何にも誰も言えなかった。普通に割ったら入らないと思うんですけど、しか。いやでもね、谷川ちゃんは毎回ねツイッターで、いやいつもこのニュース楽しみしてるんですと。そうです、もうこのコーナー大好きって、はい、ね、いつも私も乗れるように頑張りますよね、つぶやいていただいてますから、よかったですよ乗れて、はい、いいニュースでございます。まあ私事でね、緊急ニュースはすみません、ちょっと40になりまして、はい、ありがとうございます。辰巳さんいつまでもね待ってますんで、もうこうなったらもうプレゼント待ってますからね。そうですね、はい、待っております。はい、はい、そうです、プレゼントともに、LINE 送ってください。よろしくお願いします。ね、ほんで、もう今も始まってるんですけども、ね、2人がね、出てます、はい、鍋おさみ一座ね、はい、公演、はい、ありますの で、ね、もう、この時期は、もう徳島終わってるんですね。徳島終わってますね、はい、次高知ですね。次高知ですね、はい、で最後愛媛、はい、行きますんで、お近くの方、高知県の方、ね、そして愛媛の方、はい、ぜひね、来てください。よろしくお願いします。はい、まあ、あとは、あ、タクルさん、はい、タクルさん、タクルさんのやつね、いやすごいですよね、あれ。なんか月例会計でもタックルさんやってましたからね。そうですね、パチパチパンチあって、いやほんまにそっくりです。そう、遠くから見たらそっくり、はい、ここら辺の角度そっくり、もうこうやってる時のそっくりなのよ。すごい。いやマジでちょっとなんかね、 NGK か祇園とかで見たいですね、またね。見たいです。いや盛り上がるんじゃないですか、はい、お客さんも絶対喜ばれると思うんですよ、ね、うん、ほんまにタックルさんいいですね。あの裏情報によりますとね、はい、一番最初岸和田の営業やったらしいんですけど、はい、終わってタックルさんが、うん、もうちょっと売れたんちゃうかみたいな雰囲気をムンムン出したみたいです。そうなんです、はい、秋さんに売れたな売れたなって言うて、もう喜んで、もう、子供に飯食わしていくるみたいな感じで、もう売れたいう感じでどっしりしてたみたいですよ、楽屋では。かわいらしいですね、本当にね、はい、またね、来月もお前ちゃんよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ぜひね、お姉情報、はい、そしてね、お姉、お兄、そうですね、それがお子さん情報なのね、 ありました。はい、前歯が入ってきたそうですね。前歯がね、さっきね、見てもらったんですけど、ね、ちょっとマキちゃんすいませんね、勝手にね。もうでも妹さんから見せてもらった動画なので、それはね、よしとしましょう。すいませんね、見せていただきまして、ね、どうでした、歯、ゆたか兄さんの歯、そっくりじゃない。あんな歯、大きなるという、大人の歯入ってましたよ、もう。そうなんです、前歯2本入試なんですけどね。いやこれは楽しみです、本当に。またね、大きすぎて、はい、いろんな情報もね、皆さんにお届けしたいと思いますんで、はい、というわけでね、まゆちゃんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後に見ていただいてありがとうございました。ではまた、さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。